全米女子オープン事前情報28日ランカスター CC ペンシルベニア州6583ヤードパー70前代未聞のプレーオフだった最終日にトータル4アンダー首位タイで上がったのは共に日本勢の笹生優花と畑岡奈紗メジャー V の栄冠をかけた3ーホールに及ぶ死闘を振り返る2021年大会プレーバック正規の十八ホールで輝きを放ったのは畑岡だった 首位と6打差で出たファイナルラウンドで6バーディー1ボギー1ダブルボギーの68何コースを相手に上位勢が伸ばしあぐねる中リーダーボードを駆け上がって首位タイでホールアウトした対する笹生は3バーディー1ボギーにダブルボギーの7 3一つ落としながらもトップタイでフィニッシュし空前の日本勢対決へと突入した まずは9番と18番を使った2ホールの合計ストロークで行われたが、ともにパーで決着がつかず、勝負はサドンデスのエクストラホールへ突入、9番と18番を繰り返し、最初にホールを取った選手が栄冠をつかむ。勝負はその3ホール目で決まった 笹生のティショットは左ラフに行くも、ニューチメをピン手前約2.5メートルへ、対する畑岡は10メートル以上のバーディパットを決められず、落ち着いてパットを決めた笹生が死闘に終止符を打った。樋口久子、渋野日向子に続く日本女子3人目の快挙。19歳351日での大会制覇は最年少優勝の大記録となった。勝てるとは思っていなかった。この喜びを家族に伝えたい。 涙を拭いながら、ごめんなさい、ファンと友達にありがとうと言いたい、もっと頑張りたい、歓喜の涙が笹生の頬を伝った。敗れた畑岡は念願のメジャー v を目前にして、また持つ噛み切れなかった。笹生とは、もうジュニアの時からずっと戦っている。US アマの時に、ベスト16でゆうかちゃんに負けている。前から強くて、絶対に上がってくるのは分かっていた。 とその強さを誰よりも知る畑岡だけに素直に勝者を称えた。ライバルに先を越された悔しさはもちろんあった。それでも今週始まる前に調子も上がっていたのでメジャー優勝を目指したかった。プレーオフで負けたのは残念だけどレベルアップしていると思う。込み上げてくる感情を振り払い悲願成就に向けて顔を上げた。